岩尾純子は、日本の女性声優、歌手、アイドル、大分県別府市出身、フリー。芸名としては、初期の頃、岩尾純、純と名乗っていた時期もある。1970年2月18日に、大分県別府市で生まれる。幼稚園時代は、先生がオルガンを弾く姿を見て、家で小さな折りたたみの木金を鍵盤に見立てて、 練習をしていたが、ある日幼稚園から家に帰ると、アップライトのピアノが置いてあり、ピアノを習わせてもらうことになった。その後、少女時代に赤い鳥や松藤や弓などに憧れて、歌手を志すようになる。13歳の時に夢を追って、大分から単身で東京へ移住する。その時、両親と10年間で自分の歌を出せなかったら、諦めて帰ってくると約束していた。 芸能事務所に所属し、レッスンを受けた後、岩尾純の芸名で、女性アイドルグループ、セイントフーの妹分としてデビュー。メンバー脱退に伴い正式メンバーとなるも、グループ解散前に脱退。その後、石井幸造とのデュエットソング、ねえ、お父さんポリドールで、初シングルを発売。当時は、純として活動。その後は、定時制高校に通いながら、ウェイトレスや、事務員。 販売員などのアルバイトをしつつ、デモテープとプロフィールをレコード会社に送るなど売り込みを続けていた。性質に関して、子供っぽい、生理的に受け付けない人が多いかもと評され、レッスンを重ねていくうちに自信を失う。声優に憧れていたものの、この頃になると、アルバイトやレッスンで多忙だったため、欠かさず見ているアニメなどはなかったとのこと。高校卒業後は、 同様歌手やミュージカル、NHK 教育テレビ、ハテナ、サイエンス出演などの活動はあったが、目標だった自分の歌は出せないまま両親と約束の十年の期限が迫っていた。一時は引退も考えたが、関係者から歌える声優を探しているから応募してみてはと勧められ、最後のチャンスとして受けたオーディションに合格し、1994年、テレビアニメ、モンタナ・ジョーンズで、 声優デビュー。そして1995年、シングル、シャッターチャンスの連続をリリースし、念願の歌手ソロデビューを果たす。同年12月23日、初のソロコンサートを東京 TBS ホールで開催。代表曲は、手のひらの宇宙。他に、スカーレット、翼になるなど。 1995年、1997年、1998年、1999年に、1000年に、0 0 1年に、0 0 4年に、0 0 5年に、0 0 8年に、0 0 9年に、0 1 0年に、0 1 1年に、0 1 2年に、0 1 3年に、0 1 4年に、0 1 5年に、0 1 6年に、0 1 7年に、1020年。これ以外にも、声優イベントに、 精力的に出演している。声優デビューとなった、モンタナ・ジョーンズでは、滝口純平や吉田里保子といった面々が並ぶ中で、心臓が飛び出しそうになったが、吉田から、緊張しても何も始まらないよと声をかけられるなど、優しくしてもらった。モンタナ・ジョーンズのアフレコでは、メリッサの自立した女性としての面を引き立てる演技が、できずどうしても子供っぽい喋り方になるので、当時は、 はがゆさがあったという。そのアフレコから20年ほど経った頃のホトエッセイ集では当時のプロデューサーであった丸山正夫が何もできない子が入ってきたとみんなで笑いながら見守っていたと振り返っている。ソロ歌手デビュー曲シャッターチャンスの連続は当初井上菊子が歌うと聞いていてレコーディングは仮歌という形で行っていた。それ以降も 井上の仮歌を担当することが何度もあった。2枚目のアルバム、エントランスは、プロデューサーの斉藤猫などから、幅広い演者になってほしいと言われたことから、大人の恋愛を歌う曲が収録されるなど、アイドルイメージを払拭する意図が伺える内容になっている。1998年に結婚を発表したことに、関しては自身を一生懸命支えてくれた。 業界関係者に申し訳ないことをしたと2017年のムックで反省の意を述べている。岩尾淳子の章、コミ内とは、初めの頃ハガキが,きがとても少なくて、輪ゴムで止められるほどしか届いていなかった。18人から20人程度のリスナーしかいないと思ったら、スペシャル CD、僕は 32g をプレゼントするためにはがきを募集した途端に段ボール3箱分のはがきが届いた。 ふとじは、メインキャラクター。映画アニメは、インターネット配信。岩尾純子が歌う曲の最大の特徴は、恋愛を中心とした切なさを生み出す雰囲気の歌、バラードが中心であることである。また、亡くなった人間を思う、追憶の雰囲気を生み出す歌、自分の率直な気持ちを伝え、相手を慰める曲、ここにいるよなど多岐にわたる。あとに、 岩尾本人がギターを習い始めたり、2004年から2005年にかけて岩尾を襲った体調不良の際、家族に支えられたこともあり、家族の愛情や新しく挑戦したギターといったものを前面に押し出した曲を世に送り出し、新たな境地を見出している。山本春吉のプロデュースの下、アイソ・日や谷山博子から多数の歌詞や楽曲の提供を受けていた。現在は、 河村隆がプロデュースしている。一部自ら作曲も手掛ける。オリジナルアルバムミニアルバムライブアルバムアニソンカバー。アルバムベストアルバムその他の CD キャラクターソングアニメ。モンタナ・ジョーンズのイメージソング。1930素敵なメリッサ。ありがとうございます。